フェルナン・コルモンはフランスの画家、パリに生まれる。父は劇作家のウジェーヌ・コルモン。母は女優のシャルロット・フュレー。1863年にエコール・デ・ボザールに入学し、アレクサンドル・カバネルに学んだ。歴史画や物語画などのアカデミック絵画を中心とした作品を多く発表し、特に戦士時代や古代をテーマにした作品を得意とした。 1880年にレジオンドヌール勲章を授与された。1898年に芸術アカデミーの会員に選出され、1899年にエコールデ・ボザール教授に就任し、1912年にフランス芸術家協会会長に就任した。1885年頃のコルモンが塾。中央左側のカンバスに向かう人物がコルモン。 その左下の帽子を被った人物がロートレック。コルモンはアカデミーの親としての地位を確立していたが、新しい芸術にも寛容であった。1882年にモンマルトルに開設したアトリエでは弟子に対して、その個性を尊重する指導を行った。このアトリエやエコールデ・ボザールで、コルモンの指導を受けた画家には、フィンセント・ファン・ゴッホ、トゥールーズ・ロートレック、エミール・ベルナール、 ルイ・アンクタン、ジョン・ピーター・ラッセル、アルベール・マルケ、藤島武次、山下慎太郎、シャイム・スーティンなどがいる。1924年、パリでアトリエの外でタクシーに轢かれる事故にあって死亡した。ありがとうございます。